はい、ハロー YouTube、俺です。あ、いった。今新さんっていう立ち飲みに行ってきました。紫のに用事があったんで、その帰り際にね、偶然発見したわけですけど、今出川にありますね。今出川の烏丸と堀川の間ぐらいにありまして、実は、紫野から帰ってくる道中に、鞍馬口の方にも角屋さんっていうね、立ち飲みを発見したわけです。はい、めちゃくちゃ立ち飲みあるなとかね、思いながらね。そのでも角屋さんに関しては、まあ、なんかクローズだけど、反対側見たらなんとかなんとか料理店かな、ちょっと名前忘れちゃったんですけど、同じテナント内で、2つのお店が混在って言ったらいいの、2つあるんかなってよく分かんないんですけど、なんかあったけど、ちょっとよく分かんなかったんで、うろちょろしてガラス張りなんで、僕がうろちょろしてんの多分中から見えてたんで、怪しいやついるなとか思われてたと思うんですけど、ちょっとね、勇気がなくて入ることはなかったですね。まあ何にしても良かったです。その角屋さんはちょっと一応クローズって書いてたからね、やってないけど、でも店内普通にお客さんもいるし、やってるけど、そっちの看板はまた違う店の屋号が書いてたんで、ちょっとよくわかんないということでね、通り過ぎました。で、今新さん、今出川、烏丸と河原町、烏丸と堀川の間、烏丸と堀川の間の、今新さんには、初めて初潜入させていただいたわけなんですけど、空気感が違うんでね、すごく良かったです。今出川の空気感、木屋町の空気感は自分なりにはね、結構いたんで分かってるつもりではあるんですけど、あとエースに関しては本町7丁目、あそこら辺の空気感というね、いろいろ波動状態とかね、言ったらあれかもしれないですけど、空気感が違うということでね、まあ良かったです。で、なぜね、そういう風に行きつけたかというと、いうのもなんか普段帰んない道で、ちょっと遊び心を持って、自転車漕いで行ったんですよね。そしたらこんな発見があった、こんな発見があった、あんな発見があったっていう中の一環で、今回も発見したっていうわけなんで、この遊び心を持って新鮮さを追求してやると、何かしらの発見があると思います。まあ、今日はね、すごく分かりやすく、まあ、そういう感じだったよねっていうふうに思えたわけです。はい、まあ、そういうところですね。まあ、レポートっていうところでもないんですけど、そういうお店を発見したので、またいろんなエリアでね、空気感が違うのでね、別に飲みに行かなくてもいいですし、その肌感、質感じゃないですけどね、その空気感、違うので、面白いと思います。新しい出会いとかね、新しい発見があるんで、それが、私はいいと思ってるわけです。はい、ということで、ありがとうございました。